も、上方護衛艦の建造計画ですが、12隻で終了し、次期 FFM を10隻建造するという情報があります。今回は、この次期 FFM の性能ともが、味方の画期的と言われた性能について見ていきます。画期的というのは建造能力でしょうか。年間2隻の収益ですから、中国を超えたと言えましょう。目下、味方護衛艦の戦略的能力を徹底解説です。2022年12月16日、岸田内閣は安全保障関連3文書の改定を閣議決定し、2023年度以後の防衛予算を大きく増加させ、2027年度までの累計額がおよそ43兆円にも達すると、マスメディア各社が一斉に報じました。日本の防衛予算は年度ごと増加し、最終2027年度には、NATO 基準値として認識されている追 GDP 比で 2% に上がる見込みになっています。この水準に上がってしまった意義は大きいという声もあります。NATO 加盟国は2022年2月のロシア・ウクライナ戦争の余波を受け、ポーランドを筆頭に多くの国が軍事費増額に着手しているので、対 GDP 比で 2% の目安は早晩達成されるだろうと確実視されているのです。ただし、こういった NATO 加盟国の中でも、ドイツやフランスなど人口や経済規模の大きい国は、ロシアやその勢力圏の国とは、国境を直接接していないせいなのか、比較的に動きが鈍いと感じられます。というのは、地続きであるヨーロッパの地政学もあり、地理的な要因が大きいためと推察されますし、かつての東欧諸国がロシアなどと対峙する最前線になっている。一方、ドイツやフランスが隔てられている現実があるのでしょう。一方、日本が位置するアジア状況を考えると、大陸の突端に位置する韓国は、地続きで北朝鮮と接しているので、万が一の侵攻に備え、大量の砲弾を備蓄していることが、ロシア・ウクライナ戦争で再確認されました。韓国は、野戦砲である、155mm 榴弾砲砲弾を大量に備蓄しているので、ウクライナへの同砲弾の供給に苦慮するアメリカは、その有効活用を機として、迂回供与により、韓国の備蓄をウクライナへ回すという方策が話題になりました。この話題は、そこまで、日本のマスメディアには取り上げられていないと感じられますが、かつて、朝鮮戦争という大規模な地上戦を経験した韓国は、砲弾の備蓄量が日本と桁違いということが認識させられたのです。日本は、幸いなことに、四方を海で囲まれているので、軍事力の重点は海上自衛隊に置いているのですが、現状は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻等の艦艇の体制構築に取り組んでいます。そうした中、海自の最新鋭護衛艦といえば、2022年から実戦配備が開始されたもが味方です。ネームシップで、一番艦のもが、身を皮切りに、2023年3月までの期間に、4番艦三雲まで収益をスタートしました。目下、味方護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 9.0m のサイズで、計画当初は3000トン級が想定されていましたが、3割ほど大型化されたという経緯があるそうです。もが味方護衛艦は、海上自衛隊艦艇としては、初採用となるコダグ方式の機関を搭載しています。コダグ方式とは、MT30 ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンを2機組み合わせたもので、2軸のスクリューで推進するということです。もが味方護衛艦の機関部は、マックス7万馬力の出力を発生し、最大速力30ノット以上ですが、初期段階では、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦のコンセプトに倣う構想もあって、40ノット以上の速力を想定していたとか。しかし、海軍艦艇同士の戦闘が起きる可能性が極めて低いと見られる状況では、こういった40ノットもの速力を出す機関部の構成にすると、大幅な燃費の悪化を招くため、この案は見送られたということです。例えば、海上自衛隊の最新鋭イージス護衛艦のマヤ型の場合、
基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長 170.0m、全幅 21.0m、深さ 12.0m ですから、排水量ハモが、ミガタのおよそ倍と言えましょう。しかし、マヤ型の機関部には、コグラグ方式が採用されています。これは、ガスタービンエンジン2機と電動機2機を組み合わせたもので、使用上では、最大出力69000馬力、最大速力30ノット以上と公表されています。単純に、カタログスペックの数値で比較すれば、もっか、ミガタハマヤ型の半分の排水量しかないにもかかわらず、最大出力で上回るエンジンを搭載していることになりますが、その反面、最大速力が同じレベルいうのが興味深い点と思われます。ちなみに、マヤ型の土台であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、2023年5月現在収益中の最新バージョンであるフライト 2A はコガグ方式を採用、ガスタービンエンジン4機で、最大出力26250馬力、最大速力30ノット以上とされています。本機のアメリカ海軍は、マヤ型の倍のガスタービンエンジン4機を搭載しているので、文字通り桁違いに強力ですが、最大速力が30ノット以上とほぼ同じということもポイントと思われます。というのは、このサイズともなれば、原子力推進のような動力でなければ、通常動力型の機関部で推進する艦艇の速力は、大差がないことを示していると同様、現代の水上戦闘艦は、スピードによって性能を高めようとはしていないことも表していることになります。これは、現代の海戦を想定した場合、水上戦闘艦が最も攻撃されるだろう敵の兵装は、機動性では回避不可能な対艦ミサイルとみなされていることが、最大の要因でしょう。つまり、速度が多少上がったとしても、避けられないということです。もっか、ミガタが当初取り入れようと考えていた、最高速度40ノット以上のアメリカ海軍の沿海域戦闘艦ですら、代替艦として建造中のコンステレーション級ミサイルフリゲートですら、最高速度26ノット以上ですから、大きく様相が変化したというわけです。さてもがミガタ護衛艦ですが、小柄艦隊ながらも、強力なコダグ方式の機関を搭載していることと、機能面では、一見してそれとわかる高度なステルス形状、対機雷戦闘まで担い得る点が最大の特徴でしょう。この護衛艦は、主兵装である VLS 垂直発射艦にしても16セル分しか装備していない比較的軽武装な艦艇ですが、従来の汎用護衛艦 DD やイージス護衛艦 DDG に比べて攻撃力を追求しようとしたわけではないのです。数で分かっている中国海軍に対し、中武装で正対しようと考えているわけではなく、従来はもっと小型の掃海艇が担ってきた対機雷戦闘、敷設から除去能力を付与して南西諸島防衛を目指したものと推察されます。そこにおいて、もっか味方は、有事の際、中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を、機雷敷設による海上封鎖で防ぎ、逆に機雷を敷設された場合は除去し、味方の南西諸島への上陸を支援するものと考えられます。ただし、2022年の収益時点で、ハモが、味方は、マックス22隻建造される可能性があると見られていましたが、2022年末の安全保障関連の3文書の改定内容では、今後は、新型艦艇を建造していくことが表明されました。これによってもが、ミガタは、12隻で建造が終了し、後継艦が、現時点は10隻ほど建造される予定になっています。いずれにしても、同艦で初めて採用された FFM という監視記号の艦艇が22隻になることは変わらないようです。これは、護衛艦54隻体制の中では、最多監視となるもので、新型 FFM についても、現行のもが味方を設計、建造した三菱重工業者と、ジャパンマリンユナイテッド社が、その受注を競うことになっているそうです。新型 FFM がもっか、味方から、どのような変化を遂げるのかが注目点になりそうですが、防衛予算が増額するのだから、建造段階から VLS も兵装と一緒に装備してほしいという声があるようです。納税者としては、
予算が増えたからといって、兵装を買いまくって全部消化しなくても、と思うんですけどね。四方を海に囲まれた日本を守る海上自衛隊の護衛艦にも、変革期の波が確実に押し寄せており、この度、激変する世界の安全保障環境の潮流に対応した新世代護衛艦、モッカミが誕生した。モッカミの何が、先進的なのか、詳しく見ていきましょう。はじめに、世界の軍艦や艦艇には、役割を表す艦首記号が付けられているのはご存知だろうか。護衛艦や駆逐艦なら、デストロイヤーの DD、続いて、ヘリコプター搭載型護衛艦は、ヘリコプタール、デストロイヤーの DDH、そして、潜水艦は、サブマリンの SS などが付けられている。今回の、モッカミに付けられた FFM は、対潜、防空能力を持ち、揚陸部隊や補給部隊などの護衛を任務とする艦艇フリゲートのフリゲートの FF に、多目的のマルチパーパスと、機雷、マインの M を足した多機能護衛艦という艦首を掛け合わせたものである。ここからは、新世代護衛艦、モッカミの特徴を解説していこう。全体の指揮を行う艦長、魚雷、ミサイルなど火器の指揮を行う砲雷長、艦の航行について指揮を行う船務長、機雷の探知、除去の指揮を行う総海長といった参謀メンバーの指揮の下で運用される。1、大砲以外は何もなく、フラットになっている、全甲板。2、ステルス性を考慮して、凹凸のない側面の艦隊外装。3、格納区画と呼ばれるコンテナやボートを格納できるクレーン付きのスペース。4、主樹のレーダーが一つにまとまっているマスト。5、艦の状態、状況を示す旗を上げる旗流信号。6、艦橋と呼ばれる艦の操舵など、運航を行う場所。7、CIC と呼ばれる艦内の情報がまとめられ、指揮、命令を行う場所。8、USB 格納庫と呼ばれる搭載水上無人機の搬出入りを行う区画級。男女でエリアが分かれている隊員の居住区画中、ヘリの離れ着艦を行う飛行甲板。11、隊員が調理、喫食を行う食堂。12、鎖につながれた怒りを巻き上げるための溶病器がある怒り甲板。これら12個の艦艇区画によって構成されている。各種戦場において、敵の戦闘機や護衛艦などの場所を探知するときは、目視する前にレーダーなどを使用する。そのレーダーから発射された電波が対象物に当たり、跳ね返ってくることで、そこに対象物があるかどうかを知ることができる。その電波をレーダーに戻らないようにする技術がステルス技術ということであり、実際にカメレオンのように擬態するわけではない。対象物がレーダーに映る容易性を表す指標は、レーダー反射断面積 RCS という数値で表される。ステルス性を高める方法は大きく分けると2通りあって、一つは、全く別の方向に反射させて、電波をレーダーに戻さない方法である。もう一つは、特殊な塗料などで電波を吸収してレーダーに戻さない方法だ。それらステルス技術を駆使した場合、レーダーから発射された電波は、別の場所に反射されたり、特殊塗料に吸収されたりして弱まる。その結果、レーダーには電波が戻らないので、反応上は、何もいないように見えるわけだ。現代では、レーダーに映りにくいステルス艦が導入され、ソナーでも探知しづらいステルス潜水艦といったものも登場してきた。さらに、水上、水中、空中の至るところに、無人機が使われる近代戦場となっている。そのような近未来的海上では、海上自衛隊の艦艇も、大きく姿を変えなければいけない。防衛省が公表している資料から垣間見える、未来の艦の姿とは、どのようなものなのでしょうか？ステルス性重視が、艦艇の形を変えた近未来護衛艦ということで紹介していくよ。武器については、地上レーダーでの捕捉や迎撃がしにくいと言われる極超音速ミサイルなど、新たなものが搭載されていくでしょうね。そして、近未来型艦艇の将来像を構想し、研究、開発を行っているのが防衛装備庁の装備開発官と言われている艦船装備担当である。加えて、
研究機関である艦艇装備研究所に関しても、未来の艦艇作りに大きく関わっていて、それらの組織が公開している将来像を読み解いていくと、未来の護衛艦に向け、大きく、二つのポイントを考慮しながら研究、開発が進んでいることが分かった。一つ目のポイントは、ステルス性である。敵のレーダーに映りにくくなることで、攻撃される可能性も大きく減るというわけだ。水上や空中は、もちろんのことながら、近年では、水中ステルス技術の研究開発も進み、敵のソナーが発する音波に反応しないようなからくりも考えられている。実は、木上型護衛艦に見られる角張ったフォルムも、レーダーの電波を反射させないための構造である。近未来哨戒艦において人手不足を補うためには、無人機導入による精進化が必要不可欠と言われている。木上型も例外ではなく、後部の甲板には、無人の偵察ドローンが搭載されており、いつでも運用可能な状態であることを意味している。世界屈指の少子高齢化が進む日本では、自衛隊員の確保も難しくなることが当然ながら予想されている。そこで、ステル性に次ぐ第2のポイントとなるのが、無人機の戦力化と消費化技術である。海上自衛隊の掃海艇では、すでに、無人潜水機による機雷掃海が行われるようになっているが、今後、さらに高度なセンサーを搭載した UUV、無人潜水艇と USV、無人水上艇が活躍する日が来るでしょうね。また、海自では、護衛艦よりも、小型の新たな艦種として区分される哨戒艦を、2026年度までに6隻調達し、順次就役させる予定となっている。この哨戒艦は、自動運航などの精進化技術を活かし、30人程度での運用実現を目指しており、この人数は、秋月型護衛艦の約200人はもちろん、最新のもが、未型護衛艦の約90人と比べても極めて少ない。現在の計画では、不審船の監視にも有効に使える無人機を搭載するほか、高性能なレーダーソナーによる高い探知能力を備える予定だ。人手不足が進めば進ほど、現在の潜水艦や護衛艦を補完する存在として、UUV と USV の運用を真剣に考えなければならないだろう。双方を連携させ、より効率的に活用できるよう、高度なセンサーを搭載した、さらなる進化型やそれらを運用するエンジニアも必要不可欠である。その人材をいかに確保していくかが、今後の海上自衛隊の課題となっていくだろう。自衛隊の装備品取得などを担う防衛装備庁は、諸外国との装備技術協力の促進を図るため、2019年の防衛装備技術国際展示会においては、模型、試作品、パネル展示なども積極的に行っていた。近未来的な考えも持ち合わせる防衛装備庁の構想では、スタンドオフ防衛能力、海洋アセット、ソフトキル、無人アセット防衛能力、AI 技術、次世代情報通信、宇宙、デジタルトランスフォーメーション、DX、高出力エネルギー、情報戦といった分野のほか、自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のうち、特に、政策的に緊急性、重要性の高いものについて、防衛関連企業等から提案を受けて、または、スタートアップ企業や国内の研究機関等の技術を活用することにより、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早期装備化を実現していく。この内容からも、アニメの宇宙戦艦ヤマトの作者は、未来を予測していたのではないかと疑うくらいだ。